ちは。こんにちは。さあ、ゆたかさん、キャンプの前半で、はい、キャンプで、見たゆたかさんのこう逸材というか、ピカリと光るような選手、以前もピックアップしたと思うんですけれども、今回はまあ後半に入ってきて、また新たにいい選手。まあね、動画でもね、はい、いろいろ紹介してるけども、まあ、その他に、やっぱ現地に行くと、いい選手いるんだな。そうですね、テレビでワークで映ってない中で、この選手いたんだとか、いますよね。まずね、はい、阪神の藤田、阪神の藤田選手、捕手、キャッチャー、これがね、高校からやって3年目なんだけど、はい、肩がいいわ。おー、実際そのキャンプ行かれた時に見て、もう誰だと思って、はい、藤田、キャッチャーね、はい、で、横に谷繁がいて、あいつ肩強いなっていうのが第一声だった。で俺もそれ感じて、はい、強いなって言って、うん、でバッティング見たんだよ、はい、いいポイントで打つんだよ、で意外に小さいけどパンチ力あるんだよ、はい、これは面白いなと思って、うん、まあ、阪神も梅ちゃんはねある程度決まったとしても、うん、2番手3番手っていうのが、はい、なかなか決まってないじゃない、まあ、今で言うと坂本選手とかだったり、まあ、もちろんもちろん、うん、だけど藤田っていうのは可能性あるなと思ってさ、まあ、将来的に見てもよ、はい、打つポイントもしっかりしてるしさ、肩強いしな、だから面白いなと思ってさ、まあすぐ感じたね、それは。その肩強いっていうのは、まあ、2塁にセカンド投げた時のその肩の強さ、強いスピードもあるしね、まあ、肩が強いっていうのはスピードもあるんだけどさ、はい、だけど面白いなと思ってね、まあ、出てくるのは早いかも分かんない、チャンス与えるかも分かんない。岡田監督、いや梅ちゃんを休まそうとした時に、うん、じゃあ誰行かすかって言ったら、うん、まあ、藤田行ってみるかみたいな、お、まあ、そのぐらいなんかちょっと使ってみたくなるような、うん、まあ、選手だよね。じゃあやっぱり今シーズンちょっと一軍に置いときたいなって思わせるような選手、うん、まあ、そうだね、まあ、一応まだね坂本選手ももちろんいるので、うん、そのあたりとじゃあ競いながら、うん、まあ、そうだな、まあまあ競争はね、まあ、プロの世界だからつきもんだから、はい、うん、まあ、これは誰とでも競争していかなきゃいけないんだろうけども、まあ、だけどいい面構えをしてるしね、はい、面白いなと思ってね。お、うん、じゃあ阪神ではその藤田捕手が、はい、ゆたかさんちょっとこのキャンプで光って見えた、うん、そうだね、はい、続いてはジャイアンツの鈴木大和。おお、足速いぞお前そんな速いですか。いやいや、このフリーバッティングしてたの最初行った時にね、はい、その鈴木大和が、で、あ、バッティング非力だなとか思いながら、うん、皆さん足めちゃくちゃ速いですよって言うから、はい、まあまあそういう話はよく聞くと、うんうんうん、ね、で紅白戦の時にあれ誰だみたいな足がいたんだよ、はい、足ってキャッチャー投げれない、まあ、鈴木大和っていうのはやっぱチーム内の足が速いっていうのはもう折り紙付きなんだよね、うん、はい、で警戒するじゃん、それでもキャッチャーが取って投げれなかった、間に合わないと思って、そのぐらい足が速い。スタートもいいんですか。ああ、育成で取った選手。ですね、うん、ただね、育成で取るって言っても足だけで取ってる最初は、はい、まあ、あとは伸びしろがね、うんうん、どのぐらいあるかっていうのは分からないけども、うん、足は魅力的だから取ったっていう、ね、うん、やっぱ育成ドラフトって大事だなと思って、他の選手と比べるものにならないぐらいの足だけはあるの、はい、だから陸上の足の速さあっても野球の足の速さっていうのは、うん、なかなかね、だからまあ陸上みたいな走りをするなっていうのは、まあ、ヤクルトの並木であったり、はい、まあ、五十幡であったりね、だから野球に変わりつつあるけども、うん、走り方がね、だから非常に成長を感じるんだけども、鈴木大和っていうのはもうさなから野球の走りだ、へえ、2投3投決めたけど、はい、これは面白い、速い、はい、これは一軍でその最初はダイソーとかそれだけで飯が食える、そのぐらいの足を持って、だから俺はもう紅白戦終わって、はい、すぐ原監督のとこ行ったもん、うん、鈴木大和っていうのはね支配下にしないのかって、はい、まだ育成だから、はい、いや言ったか、うん、うちは12歳枠が空いてるんだよ、うんうんうん、だから十分その可能性はある、お支配下にする、はい、いやだからもうすぐでもした方がいい、まあ慌てることはないけどね、はい、まあ、シーズン前にしたっていいわけだ、うん、でも原監督が目指す競ってるゲームの後半にダイソーで使える選手だ、おー、
ただそういうプレッシャーがかかったところで使えるかどうかっていうのはね、はい、これはもう経験だからさ、はい、経験を積まなきゃいけないとは思うけどね、うん、だけど十分な足を持って魅力的ですね。あの足俺も欲しかったないやって思うんだよ。豊さんいやそのぐらいだよ。あそんなにですか、うん、だからあの新聞社の人と見ててね、コーチの人と見てて、はい、いやスーパーカーでどうのこうのって言うから、いやあいつはスーパーカーじゃない、フォーミュラーだなって。さらにですか、さらに上行ってんだって。フォーミュラーヤマトに名前変えたもん俺変えた方がいいぐらい。ストロング門脇とかさ、あそうですよね、こう命名してるじゃん、はい、フォーミュラー俺がちょっと命名名付け親になりたくて、はい、フォーミュラーってフォーミュラーヤマト鈴木とかヤマトとか、うん、つけたぐらい魅力的だとびっくりしたもん。そんななんですね。やっぱ紅白戦見てるとさ、日差しは照る、なんかだるくなって眠くなるんだよ。いや不謹慎ながら、はい、でもそれでも寝ないで一生懸命を凝らしてこうやって見てるんだけどさ、はい、一瞬にして目が覚ましてくれた。フォーミュラー鈴木がえみたいな、誰だあれみたいな。そんな早いんです、ね、だからすぐ聞いたの、誰だみたいな。横に金ちゃん、はい、知らないだろ、はい、水野って池田高校で、はい、ドラフト1で入ってきて、はいね、知らないでしょ、徳島の金太郎みたいになれたの。水野ピッチャーの、そうそう、水野、はいはい、あれがスカウトだからさ。あ、今そうなんですか。で、俺もバッとびっくりして早いでしょって、うん、早いなって言ったら、あれ育成度取ったんです。ヒット打ったの見たことないんだけど足見て惚れ込んだってそれで取ったんですか。そうそう、だから育成ドラフトって、はい、これ普通のドラフトだったらかかってるかって、育成がなかったら、うん、いやちょっと厳しかったかもわからないんですけど、育成があったから取れたんですよ。うん、だからそういう専門職を取れるという意味では、そうですね、ああ育成のドラフトっていいなと思ったよね。そうですね。でも豊さん本当毎年こういう足の速いいい選手出てきてるよって言ってますけど、中でも近年やっぱすごくちょっと暑いでしょ俺の語りが、はい、ここら辺の、ね、気温も暑くなってきたんで、そうだ、ね、いやそのぐらい魅力感じるもん。本当に一回インタビューしたいなっていうぐらい。あ、そうですか。もうね、鈴木隆弘が一生懸命教えてるよ、はい、で同じ鈴木だから。あ、そうだ、そうよ確かに。だからこれはね、面白い選手が出てきたなと思って、いや今シーズンちょっと一軍の試合で三藤さんとだったり、まあね、走ってるシーンちょっと見たいですね。俺が思わず原監督が終わってから行って、うん、試合からしないのって言うぐらい惚れ込んだ、うん、その足、そう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 、うん、フォーミュラー鈴木、はい、そう、はい、で、はい、GNN の坂本、お、はい、投手何もしてないんだよ。ん、何もしてない、はい、打点練習場で強打のバッティングをこうやってちょっと見させてもらってた、はい、そしたらここにいて、うん、なんかずっと動かないんだよ、うん、坂本が、はい、何してんのかなと思って、で強打との話が終わった時にね、伊藤さんいつも YouTube 見てますって、はい、ね、歌子さんの YouTube に取り上げてもらえるように頑張ります、はい、だからあの活躍した時はよろしくお願いします、うん、もう嬉しくてさそうですよね、だから、はい、期待の若手ってじゃあそこ、ね、そこですね、いやいや YouTube に取り上げるだけの活躍してくれと、うん、その、あ、その思いを、その気持ちが嬉しいじゃない。確かに、いや活躍したらあの YouTube で取り上げてくださいっていう、そのなんかこうチャンネルを認めてくれてるようなところがあって嬉しいじゃない。確かに中大の後輩でも何でもないんです。スタッフなんかそれ聞いて泣いてたから。本当ですか。そうだね、そうですよね。それはなんか泣くほど熱くないからな、まだまだ他の熱さ持ってても何言ってんだこの子は別に後輩でも何でもないんです。まあでもチームの後輩、あ、まあ OB っていうことですよ ね、 OB というね。でもその坂本のそういう気持ちがすごい嬉しくてさ、うん、だからちょっと動画に取り上げたけどね。あ、特にまだじゃあピッチングは見て、いやまあそこそこ投げたりだとかいろいろしてるんだけども、はい、うん、このまあ例えば何勝したとかさ、うん、ね、例えば菅野に投げ方とか、はい、うん、じゃないんじゃない。まだそうですね、うん、だから坂本っていうのがもう5勝したら坂本のいい場面だけを切り取って動画にしようと思う。もうなんか坂本動画みたいな感じです、ね、坂本っていう名前に縁があるいや本当そうですね、巨人も俺前世が坂本だったかも分かんない坂本豊かいや豊かかどうか分かんない前世坂本さんだったかも、妙に坂本っていう名前でいきますよね。なんか響くんだよ、惹かれるんだよこうやって
いや本当に本当に確かにそうですね。本当にそうですよね。いやだから坂本頑張ってなってこっちはね、うん、ピッチャーの方の坂本と。いやだけどこう見てくれてるっていうのは応援してくれてるっていうことだから、はい、だからそのお返しでね。そうですね、うん、だからちゃんとね活躍したら絶対動画作るからね、はい、5勝したら動画作ります、はい、ピックアップ頑張ってね。はい、はい、さあ最後もう一人、はい、萩尾、巨人の萩尾選手、うん、はいはハゲよ。こちらね。なんかお前俺に何か言ったな。ユテラさん本当に髪ありますから。いやいや部分的には、ね。部分的にもはい。はい。ハギオ。ハギオね。なんかね疲れてたと思うんだよ。うん、で練習が大体終わってで特打ちの時に俺がハギオに話を聞きに行ったんだ。はい。すごく笑みでね、うん、挨拶してくれて。はい。あ今年あのドラフト2位で入りましたハギオです。しっかりしてるんだよ。いやしっかりしてますよね。あの高木ですって、あ、存じておりますみたいな。しっかりしてて、まあ、いろんなバッティングの話もしたんだけどさ、はい、まあ、別の動画でもね、言ってるけども、うん、慶応ボーイなんだよね。で、三冠を取ってる。六大学って花形スターだよ。はい、でも、謙虚で、うん、笑顔が素敵で、で、自分を見失わなくて、あ、こういう冷静な選手とか、自分をちゃんとこう、東大元暮らしじゃなくて足元からこうちゃんと見れる選手っていうのはやっぱしっかりしたものを出してくるんだろうなっていうのを感じたんだよね、うん、でやっぱ結果が出てないからさ、はい、ドラフト2位で入ったとしても監督は、まあ、新人だから見る時間は長いにしても結果が出なかったら勉強させるって、うん、まあ、下に落としてね、うん、まあ、そのぐらい言ってるんだけども、でもしっかり自分を見失わないで自己分析ができて取り組もうとしている姿勢がなんかすごくルーキーながらでもしっかりしていることを感じたからなんか応援したくなっちゃったわけ、ね、うん、監督は萩尾選手のことは話さなかったですか、豊さん。話した、いや話したよ。うん、で萩尾にどのぐらいのチャンスを与えるのって言ったらやっぱ実力主義だから、だからそれは甘くはない。結果が出なかったらやっぱ勉強させに行くと。まあ、だけど、じゃあ2年目、3年目とか、うん、そういう選手と比べると扱いは一緒かって聞いたら、はい、見る時間的なものは少しは長い、うん、でも結果が出なかったら厳しい制裁にはなるって、うん、豊川さん的にその萩尾選手って巨人の中でどんな選手になっていきそうですか、将来。まあ、バッティングで言えば坂本のようなまあバッターにはなってほしいなと思う。そうなんですね、うん、ホームランも、まあ、ホームラン、まあ、20本から30本の間でいいから、はい、いつも取れて、うん、走れてというね、はい、若いうちはだから、まあ、そういった選手にはなってほしいなと思うけどね、うん、まあ、そのぐらいのポテンシャルはあるし、はい、まあ、きっかけだよな。そうですね、やっぱ最初から出ないとさ、なんか焦るよな。いやそう分かるよ、うんうん、みんなでも通る道だからさ、はい、プロ入ってもう順調でした、何のストレスもありませんっていうのはいないから。そうですよね、それが最初に来て、まあ、そこから企画を作ったら、まあ、自分が考えたことが正しくなるしね、はい、だからそれを自信にやっていってほしいなと思う。そうですね、俺は六大学の三冠王だったらそういうの全く持ってない、うん、もう一回一からやってやるっていうような、まあ、野心もあるし、笑顔が素敵だし受け答えなんか抜群だし、しっかりしてるし、しっかりしてるし、うん、多分将来的には、ね、巨人の中心選手になるじゃない。おー、うん、そのぐらいのポテンシャルがある、はい、うん、まあ、今日ね4名のこう光る逸材だと思われる選手、はい、まあ、坂本は逸材かどうかっていうのはもう、ね、あのあれだけどね別問題。怖い、坂本最後にすればよかったねそうですね、動画のあの見るあの時間とすれば坂本一番最後に見よかったの確かに一番短かったかもしれない。坂本は見てほしいしねそうですね、まあ、そうそうそう、見てほしい、まあ、含めた4選手をピックアップしましたけれども、はい、さらにまたねこのそう目についたのね、目についた選手が、まあ、これから実戦に入ってくるから、はい、実戦で結果を残した人とか、うん、はい、ね、まあ、ロッテの選手もね、まあ、いろいろ話したから、まあ、そうなんですね、はい、これもじゃあ何か情報あったら聞かせてください、はい、はい。